街頭で行う画像は、イギリスは、ロンドンの中心部コベントガーデン地区でのロボー電動。パネルを使っている。ビデオモニターとコンピューターが使える、会議室で行う画像は、イギリスの多国籍企業 BP 社の会議室における、科学者たちによるエネルギー諸事情に関する会議の様子。仕切っているのは、右奥でパソコンの操作もしている著名な科学者で、 プレゼンテーションソフトウェアマイクロソフトパワーポイントが使われている。プロジェクターやコンピューター等を持ち込んだ会場、あるいはそれらを常設した会場で行う。ウィキペディアアカデミー二千六2006におけるジミーウェールズのプレゼンテーションプレゼンテーションは情報伝達手段の一種。聴衆に情報を提示して理解を得るようにするための手段である。特に視覚情報が重視され、 視覚情報伝達手段の一種と定義されている場合もある。日本語ではプレゼント略称されることも多く、特に広告業界では早くから浸透している。上でも少し触れたように定義はかなり狭く捉えたものがあり、多くの専門用語辞書類を紐解けば、むしろ競技の場合が多いことに気づく。しかしそれらは、その用語辞書自体がビジネス分野とか、 情報通信分野とか広告の分野とか、前提としての上位の定義があらかじめ絞られていることに留意する必要がある。そういった分野的限定がない一般辞書類では、まずは広く定義されており、その後で視覚情報が重視されることを説明している。欧米のようなコミュニケーション文化と異なる日本では、プレゼンテーションの重要性は認識されているものの、 そのメソッドが確立されているとは言い難い。しかし、主に企業がマーケティング目的で行う記者会見などを主軸にプレゼンテーション活用コンサルティング事業を行う会社も存在する。また、企業のプレゼンテーションがどうメディアに取り上げられたか、などのデータベースサイトも存在する。作品、計画提案、研究成果、開発商品などの情報を 聴衆に対して発表し、伝達することの意味であるが、都市、建築分野では、計画の提案内容に関するプレゼンテーションを、クライアントや関係者に対して行う場合が多い。政府機関での予算委員会、軍隊での作戦ブリーフィング、企業での企画発表などに見られるように、どのような組織でも、意識や情報を集団として共有しなければ、 複眼的にその事案を検討して組織的に取り組むことができない。そのためにアイディア、計画、情報を複数の人間に対して同時に伝達することを目的としてプレゼンテーションは実施される。特に司会を兼ねることもある話し手が聴衆の前に出てきてプレゼンテーションを行う形態が一般的である。英語では話し手としてスピーカーと呼ぶが プロゼンターも使われる。日本語では和製英語でプレゼンテーターと呼ぶ場合があるが、一般的には登壇者や講演者が使われている。プレゼンテーションの際は、実際に型のないものを簡潔かつわかりやすく説明すること、そして情報を的確に伝える、資料の準備、情報を適量平易に提供することが求められる。このため、図表や音声、映像のほか。 実際に触れる試作品など様々な情報提供がなされるのが一般的である。1990年代以降、コンピュータ技術の発展により提供する資料をデジタルデータの形で編集、まとめ上げて説明を行いやすくするプレゼンテーションソフトウェアが多数開発されており、これを用い、テレビや ビデオモニター、プロジェクターなどの大画面で説明する様式が一般的になってきている。これらのソフトウェアでは表やグラフ等の図表や写真、イラストレーション、アニメーション、音声や動画等のマルチメディア媒体を画面上に埋め込んでパッケージ化し一つのファイルにまとめることで会議の場では連続した流れに沿って説明を進めることができるとされている。プレゼンテーションという概念は 古代ギリシアの鉄人、アリストテレスの著作、弁論術に遡れる。このように講義のプレゼンテーションは、歴史を顧り見れば、この後が生まれる、遥か以前から実質的に行われていた。視覚に訴える情報を駆使して、己の意図するところを聞き手に披露し、理解を得ようとすることも、目新しい手段ではなく、昔から行われており、東洋であれば、日本で盛んに行われた。 漢人帳や曼洞などを使った漢人、西洋であれば教会堂にステンドグラスで描かれた絵で、綴る聖書物語を使った福音伝道など、これらは当時なりの視覚情報アイテムを最大限に活用した考え抜かれたプレゼンテーションである。そういったものが昔からある中、特別な概念を構築して認識を新たにし、専門的および学問的に洗練させていったところに、 現代のプレゼンテーションの進化がある。プレゼンテーションで視覚や聴覚に訴えるマルチメディアを駆使する場合は、下記のようにいくつかの機材やソフトウェアが用いられる。建築図面などではスキームを説明し、そのメリットを促進することを目的としているため、作業図面においても様々な素材を強調するための色調やハッチが含まれている場合があるが、これらは設計図であり、 現実的に見えることを意図したものではない。基本的なプレゼンテーション図面には、通常、このような画像のライブラリーから取得した人物、車両、及び木が含まれ、その他の点では、作業図面とスタイルが非常に似ているが、完成予想図などをレンダリングといった建物の視覚的な性質をよりリアルに示すために、表面のテクスチャと影を追加する技術を用いる。 建築イラストレーター、またはグラフィックデザイナーを雇用して、通常は遠近法などで、完成度の高いサイトプラン、フロアプラン、立面図などの専門的なプレゼンテーション画像を作成している。ありがとうございます。